が昔ほど盛り上がらない理由って何？昨日は特にひどかった。2試合あるのがいかんわ。どうせ投票から遊んでるし良いだろ。やってる人間のこれでいいんやろ、勘止めちまえよ。ここの勝負くらい真面目にやってくれよと思う。でも一番ふざけてるのはテレ朝の中継なんだよね。なんやあれ。それはそう。ジャニーズは毎年恒例としてバウアーに通訳無視してインタビューはさすがに草生えたわ。いちいち笑顔なのがキモすぎるわ。オールスター見るたびにメジャカスになりかけるわ。 NPB ほんまくだらん。お砂だけはガチ。面白さで言うならフレッシュオールスターの方が上やと思うわ。こんな寒い学芸会やってたんか。クリラ王の乱闘ドッキリ打ち合わせは前日なんか。使用屋で緊急会議。これほんまなんなん、マジでいらねえわ。しかもこれプレイボールかかって第1球目でビンボール投げて法要やからな。これ前にも中田か誰かがやってなかったか。寒いし2番線時間あるし恥ずかしい。藤波西岡中田あたりの大阪桐蔭でやってた。オールスターゲームっていうかオール前半戦打撃成績良かった人ゲームだからね。今年は阪神組織票でそれですらなかったけど。オールスターはお祭りであってお遊びではない。MLB のオールスターも投手がガチでやるからし、お試合になってたやん。塩梅か難しいよね。シーズン再開が待ち遠しいわ。その点新庄はいいおふざけやったな。メンツが地味すぎてヤバいわ。マジでスターいなくなったよな NPB。 てか大谷が強すぎるやろ。あいつ見たらもう誰でも満足できんわ。今の選手ほんま仲良くしすぎやわ。ホモなのか。ホモ営業するとグッズやチケットが売れる。同期宮城でグッズ出てて草なんなんやあれ。代表が常設されてからは真のオールスターのガチ戦は毎年見れるし。本気で野球やるやつはメジャー行けよという風潮。岡本の宮崎の話だけは面白かった。フレッシュオールスターの方がええな。ちゃんとやってるし、知らん選手も知れるし、昔の応援歌とかも流れるし、普通に1試合でいいのに。勝敗にそれなりの意味を持たせればいいと思う。ファンもガチメンバー選んで買ってもらわないと困るぐらいの何か。何年かに一度ふざけすぎる年あるよな。オールスターで試合すること自体に価値があるのに、なんで茶番で盛り上げてやろうってなるんや。このままだと来年はもう見ないかも。単純につまらんわ。スターおらんし。スターがおらんからお祭り感ないんよな。試合多いしガチると負担になるし、どこもエースは苦労しとる。とにかく怪我だけはしないようにしようって言ってるの。そらそうやけど、やっぱ選手も罰ゲーム感覚なんやなって。こんな感じでも2日間満員になるんだから正解なんだよ。全力でプレイしたおかわりが言ってて、草さらに山川と勘違いした一般人から天罰だとか言われてて、さらに草ハリーとかノムが懸念してたことが現実になってきたよな。日本のスター選手が MLB に流出しまくって NPB が終わるっていう。俺は MLB 派だけど NPB が MLB の草刈り場になったらダメだと思う。もう無理やろ、給料が違いすぎる。言うて給料違いすぎて無理やろ。こっちの超大型契約が向こうでは橋金みたいなもんやし。日米との経済格差で給与変わりすぎたから草刈り場になるのは確定したやろ。投手なんかは FA 取れた選手は全員挑戦した方がいいレベルで格差あるやろ。日本に来た理由？金という時代もあったのにな。藤波も今年で終わりだとしても日本にいたままよりはるかに評価上がったやろうしな。球場は客入ってるからええやろ。商業的には成功してる。ワイはおふざけほのぼの路線でいいわ。真剣にやっても言うて大谷おらんしなとか思っちゃう。割と昔からだよ、イチローがピッチャーやったりしてたからな。本物のスター選手はメジャーに行ってるし、国際試合や交流戦で特別感もなくなったし、でどうやろうが面白くはならんよ。2021高の原駆動のガチ対決は絶賛されてた覚えあったけど、たった数年で元に戻ったな。雰囲気はやっぱり好きなんやけどな。客がおのおののひいき球団のユニフォーム着てバラバラに座ってるあの感じ。ガチのオールスターって代表だけだよな。国際大会増えてオールスターの価値下がったわ。